こんにちは、ほのぼの葉っぱチャンネルです。このチャンネルでは小さなハッピーを発見し、毎日ウキウキワクワクできる、そんなヒントになるかもしれない事柄をお伝えしていきたいと思います。今日はね、ちょっとねコメントをいただいてまして、ルクルーゼのね投稿会のところにいただいたコメントをちょっと取り上げてみましてですね、それに質問にちょっとお答えしたいなと思ってこの絵を撮っております。その質問というのが、ルクルーゼのねお鍋を使っている方からの質問なんですけれども、お鍋のね内側の汚れが目立ってきたので、ちょっとねよくある方法として重曹で煮るっていう方法があるんですけれども、その重曹でね煮てみたところ、あまり汚れが取れずにね、なのでオキシ漬けといって、オキシクリーンっていう洗剤ありますよね、酸素系の漂白剤だと思うんですけれども、それにつけておくオキシ漬けっていう方法があるんですけれども、それをやってみたんですが、そうするとねルクルーゼのねツヤがちょっと消えてしまったっていうことをちょっとお聞きしました。なのでね、普段どうやってルクルーゼのお手入れをされていますかっていう質問でしたので、ちょっと普段私がどうやってねお手入れをしているかっていうのと、実際どうなのかなっていういろいろ考え方もあると思うので、ちょっとそちらの方をお伝えしていきたいなと思って今回撮っております。はい、じゃん。こんな感じでね、ちょっとルクルーゼの鍋をね5つほどセレクトしてここに置いてあります。ルクルーゼのお鍋の魅力っていうのが、こうやってねツヤ感があって、色がねこうグラデーションであったりとか、それぞれのお鍋によって色がいろいろあってツヤツヤで、形もねフォルムも本当に綺麗で、そういうね見栄えがいいっていうところがね、まず一つのね一番大きな魅力だと思うんですね。なので皆さんお手入れにすごく最初ね悩まれると思うんです。使っていってちょっと焦げがついてしまったところをこうね落としたんだけれども、取れきれなくて色がくすんでしまったとか、ツヤが消えてきたとか、多分ねすごい重要な悩みになってくると思うんです。ではね、私が普段使っている鍋の内側が実際どうなっているのかっていうのをよくお見せしながら解説していきたいと思います。外側はねこんなツヤツヤで綺麗です。本当にね10年20年選手もいるんですけれども、それでもね外側は綺麗ですね。これ焦げつかせて外側をねそのまんまにしているってことはまずないので、すぐに汚れを落としているのでね外は綺麗です。そしてね鍋の底を見てみましょうか。こんな感じですね。やっぱりね擦り傷があったりとかね、汚れは確かにあります。ただね底なので私は全然気にしていません。内側こんな感じですね。このような状態でございます。これはねかなりもうね20年くらい使っている鍋なんですけれども、私鍋がたくさんあるのでそんなこればっかり使っているっていうわけではないんですけれども、かなり使用頻度は高いです。やっぱり中がねこうちょっと明るいところでよいしょ、こんな感じでね黒ずんでいますし、中がツヤはね全くもうない状態です。でこちらは使用頻度が低い鍋、そして使うとしてもお味噌汁とかねそういう感じのもので、特にねそこを焦げさせることがないので、このような綺麗な状態で保っております。さらっとしたものを使っているとこのようなちょっと綺麗な状態なんですけれども、煮物とかね結構焦げつくものを使って作っていたりとかするとこのような感じになってくると思います。でさらにこれはですね週にね2回とか3回とか鍋物とかにねよく使っている鍋なんですね。この朝型の鍋ルクルーゼのねこういうちょっと蓋して状態でこんな感じね、浅いでしょ、浅くて大きな鍋なんですけれども、これね口径がね24センチの浅い鍋なんですけれども、鍋料理をするときにしょっちゅう使っているので結構内側が黒くなっているんですが、これはねもう内側も外側も黒い鍋なので汚れが目立ちません。はい、そしてこの黄色い鍋、これもね内側がね汚れております。これはね何に使うかっていうと、よくね一人分のおじやですとかねそういうのをやるので、よく下にねお米がねこびりついたりすることがありました。なのでその都度洗ってはいるんですけれども、このようにねくすんだ汚れとかツヤはだんだんなくなっておりますね。で隣の硬い鍋ね、こういう鍋なんですけれども、これもね
結構ね煮物、和風の煮物とかね、ちょっとしたシチューを作ったりとかすることもあるので、これも結構焦がしてしまったりとかあります。なのでね、どうしてもこうくすんだりとかね、汚れは出てきますよね。正直私もね、最初はすごく気にしていました。このねついちゃったシミがどうやったら取れるのかな、元のツヤツヤに戻すのはどうしたらいいんだろうかなとか、すっごいね最初は考えてたんですね。でもこれはねバンバン使っているとね、どうしてもね絶対これはついてくるんですね。シミとか汚れとか、こびりついてだんだんくすんでくるっていうのはあるんですね。なのでそれを完璧にツヤツヤに綺麗に戻すっていう方法は私は多分ないんではないかなと思っております。ル・クルーゼって見た目がねこんなんでね、綺麗すぎるじゃないですか。だからねずっと綺麗に保たなきゃいけないと思ってしまいがちなので、見た目が綺麗すぎるのが多分いけないんですね。そしてル・クルーゼの鍋っていうのが内側の色がこういうねちょっとクリーム色、元々の色がクリーム色みたいな色、このね蓋の色見たら分かると思うんです。こんな色なんですね。これだったり内側がね白い鍋だったら真っ白だったりとかすることもあるんですね。でこういう私が持っているこの黒い鍋は内側が黒なので汚れがあまり目立ちません。なので本当に内側の汚れはどうしても気になるよっていう方はおそらくル・クルーゼではなくって内側が黒いストーブに変えられるっていうのも手ですよね。ストーブを買っていくのがいいんではないかなって思います。一つあともう一つは方法としてはバーミキュラの鍋ってル・クルーゼと同じような仕様の鍋が多いんですけれども、内側の色とかねこういう結構綺麗な色であったりとかすることが多いんですけれども、蓋の形状とかはちょっとねこうピコットっていう突起がついてたりするのでちょっと違うんですけれども、使用用途としてはほとんど同じバーミキュラのこういう芋のホーローの鍋っていうのがあるんですが、そちらを使われると同じように汚れはやっぱこびりついてくるんですけれども、バーミキュラのね工場に行ってちょっとお話を聞いてきたところ、バーミキュラっていうのは使っていてこう例えばね色がくすんじゃったよとかね汚くなってきたよっていう風になった時に工場にね出せるんだそうです、修理リペアで。でこの内側 の, 汚れとかねこうツヤがなくなったところ全部ね削り取ってくれて、また新たにね新しくホーロー掛けをしてくれるっていうサービスがあるそうなんです。もちろん有料ですよ、有料ですけれどもそういうことをやってくれるそうなので、どうしてもね綺麗なお鍋を使い続けたいなっていう方はバーミキュラを使うっていうのも一つの手ではないでしょうか。私としてはですね、ル・クルーゼのお鍋もやっぱり道具なのでどんどんできるだけ使い倒したい、たくさんうちもあるので全部出番がねいつもいつもある子ばっかりではもちろんないんですけれども、使い倒したいっていうのがあって、汚れとかはねそんなに気にしていません。最初はねル・クルーゼの洗う専用のクレンザー、スポッツクレンザーでしたっけ、なんかル・クルーゼのねこうオレンジ色のねちょっとモチーフがついたボトルがあって、そのクレンザーを使ってたんですね。普通の市販のクレンザーと違って粒子がすごい細かいそうなので、それでねこう磨くと綺麗に取れるよっていうのがあったんですけれども、それでもクレンザーなんですね。なのでやっぱりどうしても使っているうちにツヤはなくなってくると思います。あとねツヤがなくなるとか表面が剥げてくるのが心配っていう方は絶対してはいけないのが、メラミンスポンジって言ってますよね。こうスポンジ、白いスポンジでメラミンって書いてあったら激落ちくんのメラミンスポンジとかいろいろあるじゃないですか。メラミンスポンジで内側とかね外側をこすってしまうと絶対にツヤはなくなります。あれは研磨するあれなので汚れも落ちると思うんですけど、ツヤもなくなっていくので、メラミンスポンジは絶対おすすめしません。私がね実際どうやっているかっていうのをちょっとお伝えしますね。私がどうやって洗っているかっていうのをちょっと説明します。特にね汚れの落ちにくいシチューとかねカレーとかちょっと汁物のドロッとしたものの場合、結構こびりついていたりとかねこうスパチュラとかでねやっても結構少しねガサってこびりついている時ってあるじゃないですか。そういう時洗うの怖いですよね。で私もそういう時に無理やり洗ってしまうとやっぱり汚れがこびりついたままになったりとか、どうしてもね焦げついたのが取れなかったりとかするので、そこにねお湯を貼るんですけれども、お湯と一緒に普通のね食器用洗剤入れて
買ってつけ置きしておきます。でそれで汚れが少し浮いてきたところで、まあ、きれいに洗うんですけれども、それでも焦げがねどうしてもこびりついて取れない場合のみですけれども、重曹水ね、重曹とお水入れてコトコト煮るんです、鍋で。で鍋で煮るとだんだんねその汚れがね浮いてきたりするので、それで取るぐらいの感じですね。でそれでもなかなかコトコトして浮いてくるといいんですけれども、なかなか浮いてこない場合は時間しばらく置いても浮かない時にはこうねゴムベラというかシリコンのスパチュラでもいいんですけれども、そういうものでねちょっとこすってみたりとか、まあ木べらでもいいですね。傷がつかないようにちょっと優しくこすってあげる感じです。それで取ればいいし、取れなければまたさらに時間を置くとか、少しまた煮立たせるとか、重曹をもう少し足すとかね、そんな感じで煮ていくといいんではないかなと思っております。それで気をつけるのが、結構重曹を入れて水を入れてこう煮るとその濃度にもよるんですけれども、ブワーって溢れてその台所が大変なことになる時があるので、その濃度を気をつけることと、その吹きこぼれしないようにちょっと見ているってことは大事かと思います。まあ、重曹でね煮ていくっていうことをすることっていうのは、まあ、ほとんどないんです。よっぽど私焦がしちゃったっていう時だけなんですけれども、普段は本当につけ置きでさっとスポンジで洗う程度で、スポンジの裏のところでね硬いところあるじゃないですか、目の細かい硬いところでこう擦ったらどうなのかなっていうのもあるんですけれども、あれも結構研磨剤がきついものだとこういうところを擦ってしまうとねやっぱり傷ついてしまうので、できればその硬い方じゃない方で擦る方がいいと思います。でもどうしてもっていう時もあるので、その時は少しだったらしょうがないかなってやっちゃう時あるんですけれども、まあ、できるだけねそれは大事にねガシ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 やらないようにはしています。でもねこうやってね汚れがついてくる鍋っていうのもすごくねこれはこれで私愛おしいなと思うんですね。頑張ってくれた証なのでね本当いつもありがとうって気持ちなので、まあ、これはこれでね綺麗なツヤツヤの鍋もいいんですけれども、こういうねちょっとねくすんできた鍋もすごく愛着を持っております。普通にねこう飾っている分にはね蓋をしてこうやって置いておくとね全然綺麗な新しい鍋に見えますのでね、全然いいんではないかなと思います。あとねよくね最初の頃皆さん気にされるのがここね鋳物の鉄が見えるところありますよね。ここに油を塗っておくのかどうか問題、油を塗っておかないとここ錆びるよとか言うじゃないですか。でそれもね日本に売ってる正規品だとここにコーティングがあるから大丈夫だけど、輸入品とか並行輸入品とかだとやっぱここ塗ってないからね錆びやすいよって話も聞くと思うんですけれども、私も最初はそれ気にしていました。ですが結構ね頻度高く使っているとどうしてもね油とかってやっぱりこの辺にもついてきますね、油膜みたいな感じで、なので錆びなくなりますので、普通に気兼ねなくじゃんじゃん使うことがおすすめです。あとねこういう風にくすんできたとしても、例えばくすんできたからといって焦げ付きやすくなったかというとそういうことは全然ないです。なので使う分には全くも、問題ないんですけれども、一つねちょっと気をつけていただきたいのが、例えばこの鍋をねキッチンのねガスコンロに置いたまんま火にかけたことを忘れていたとしますね。そして水があったのがもうなくなって空だけ状態になっていて、あっちんちんにね鍋がなっていたとします。その時に慌てて水をねジャーってこう入れてしまったりすると、もう中のねこれくすんでてもホーローがけは別に剥がれているわけではないので、ジャーってこう入れてしまうとホーローがねパリンって割れてしまうわけなんですね、中が。そうすると剥がれてきて、ガラス質なんですね、ホーローっていうのは。バンってやっぱり高熱から急激に冷やしたりする、急冷したりすると割れたりするので、そうした場合はもうねホーローがけをし直すことできないので、それはもうアウトだと思うんです。なのでもう急冷することなければ、こうくすんできてもホーローはちゃんとねちゃんとかかった状態なので普通に使っていけるかと思います。まあ、こんな感じでね、ル・クルーズも綺麗なお鍋なんですけれども、実用的であり本当にお料理が美味しくなる鍋なので、もうねできるだけガンガン使っていきましょう。道具ですのでね、そして使っていってこうくすんできてもお疲れ様ってことで大切にしてあげるといいんではないかなと思っております。そうやってね
まあ、ガンガン使っていくと汚れとかくすみもだんだんね気にならなくなるんではないかなと思っております。ご質問をくださった方の、オキシ漬けについてはちょっとね、私オキシクリーンを使ったことがないのではっきりはわからないんですけれども、酸素系の漂白剤っていうことなので、塩素系のものと比べてどうなのかなっていうのはちょっとわからないんですけれども、くすみが汚れが取れていてもツヤがなくなったっていうのは、多分使っている工程で傷がついて、ホーローの表面に傷がついていたんではないかなっていうことも想像できます。それがオキシクリーンの作用であるのかないのかちょっとわからないんですけど、おそらくなんですけれども、使ってね、よく使っていると思うので、それで細かい傷がついて、ホーローに傷がついているのでくすんだ状態なのかなと思います。それを元のツヤツヤには多分戻らないんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとあまりね、答えになっていないかもしれないんですけれども、今回はル・クルーゼのお手入れの仕方ということで、私が普段どうやっているのかってことをお伝えしました。またね、今回のことみたいにいろいろ質問ください。そしてその中からね、ちょっとこれはお答えしといた方がいいかなって思うものとかは、また動画にしてご質問の回答させていただいたりっていうこともできますし、コメント欄でね、もう回答できることであればコメント欄で回答しようかなと思いますので、どしどしコメント質問などもよろしくお願いします。少しでもね、面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録まだの方で、もしチャンネル登録していただけるって方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。毎日励みになりますので、ね、よろしくお願いします。それではまた次回まで、バイバーイ。